アルゼ1998年秋リリースのマシン特集パート2、技術介入度激高の A タイプ機3作、スカルヘッズ、ウイルスショック、テンタクルーズ編。懐かしの4号機時代を当時のエピソードを交えて振り返る俺たちの4号機。今回もベテランライターのアニカスさんをプレゼンテーターにお迎えしお届けしたいと思います。アニカツさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。今回も歴史に名を刻む懐かしのパスロ4号機を振り返ってみましょう。面白いと思ったらチャンネル登録、そして高評価ボタンをポチッとよろしくお願いします。早速ですが今回は、はい、業界最大手のユニバーサル、改めアルゼグループが、1998年秋にリリースした技術介入度激高の A タイプ機3作をまとめてご紹介したいと思います。一挙に6機種されたうちの3作なんですよね。はい、そうなんですよね。同年春に社名を、ユニバーサルからアルゼに変更して、まあ、市場におけるさらなるシェア拡大を狙って、勢いづいていた、頃合いでしたね。ご存知の通り4号機時代の初頭はね、もうあの累計販売台数23万というとてつもない、記録を、成し遂げた、ニューパルサーを筆頭とするもうヤマサの独壇場だったんですけども、1995年にリリースされたクランキーコンドルがその破壊的な、技術介入性の高さで若者たちの間で、めちゃめちゃブレイクして以降、もう形勢は完全に逆転しました。もう90年代終盤はまさしくユニバーサル、そしてアルゼの天下でしたね。それでは前置きはこの辺にして、早速1機種目のマシンからご紹介お願いします。はい、まず1機種目、骸骨のキャラクターがプレイヤーを挑発する、名刺販売のスカルヘッズでございます。最大の特徴は、はい、こちらどうですか。ビッグ絵柄が4種類もあるんですね。それと15枚役も6種類あって、役構成が多彩というか複雑ですね。そうなんですよね。あのユニバーサル時代を含めて、ビッグ絵柄が4パターンあるマシンは同グループ同社初の試みでした。その影響で、まあ、リプレイは左が2色の7オアバー頭の中、右プラムというね、ナププ、バププですね。まあ、そういう変則的な組み合わせとなっていて、これはねまたね、慣れるまで違和感満点でしたね。ところで役構成表にはジャックの払い出し以外にプラムの三つ揃いについての記載がないのですが、ひょっとしてこれは。まあ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 、それについてはね、また後ほどおいおいということで。スペックはいかがだったでしょうか。そうですね、まあ、あの表面上の、BR 比率の通り、まあ、全体的にねレギの割合を抑えて、まあ、ほぼ2対1までいかないか、まあ、ビッグ変更型ですね。はい、まあ、ちなみにこちら、これ私当時ね、私が担当で採取した私のデータなんですが、まあ、取り立てて、ね、挙動面で、なんか怪しいぞみたいな怪しい連中があるぞとか、まあ、そういうことは一切ございませんでした。はい、となると見どころはやはり技術介入性の高さと変則的な役構成が生み出す斬新なリーチ目の2点になりますか。そうですね、まず技術介入性についてなんですが、ビッグ中のリプレイ外しがね、これ激烈に効果絶大でした。こちらが実戦上の打ち方別獲得枚数になるんですけども、適当打ちに比べて53枚のプラス、すごいですね。こんなに増えるとなれば手順の難易度も高かったのではないでしょうか。はい、こちらがね、手順になるんですけども、例の6パターンある、15枚役ですね、これをしっかりねちゃんと取りこぼしなくフォローできれば、左リールでの外し、2コマね余裕があるんで、まあ、手順自体もねさほどねややこしくもなく、ね、難易度はねさほど高くはなかったんですよね。ではもう一つの見どころであるデメン室についてお願いします。はい、先ほどご指摘なさった通り、プラムの三つ揃いは0枚役、すなわちリーチ目となりました。ただしチェリーを取りこぼした場合でもね、停止する場合がございましたので、ぬか喜びは禁物でした。
でもプラムの三つ揃いなんか地味ですよね、見た目ね。もうちょっとね、あのゼロ麻薬スペシャリティな感じにしてほしかったな。はい、その他のリーチ目についてはご覧の通りとなっております。ボーナス絵柄の組み合わせ型をメインに、2リール確定目や子役外れ目、代用絵柄が呈するパターンなど、まあぼちぼち多種多彩でしたね。はい、そんなわけでスカルヘッズについては、こんなところでしょうか。ありがとうございます。では続いてのマシンをお願いします。特徴的なリール制御と、デメンス、そして効果絶大な2大攻略法が魅力の、ウイルスショックでございます。機種名の通りウイルスのキャラが主人公なんですね。そうなんですよね。一応ね、善玉ウイルスブルースという名前がねあったみたいなんですけども、ウイルスのブルース、なんだか某有名ハリウッド俳優の名前みたいですね。あー、ブルース・ウィルスさんですね。多分それ狙ったんじゃないですかね。はいはい、余談はさておき、まずは基本仕様からお願いします。はい、役構成はご覧の通りで、まあ取り立ててね、あの特筆すべき点はございません、さっきのスカルヘッズと違って。はい、スペックについても同様で、まあ、当時の4号機 A タイプとしては、極めて、平均的水準並みの確率設計となっておりましたが、実はね、本作、前年97年暮れにリリースされたミスタードゥと薬構成や、絵柄配列全く同じなんですよ。なるほど、絵柄が異なるだけで全く同じですね。そうなんですよね。でも機種としての性格は全くの別物でした。その最たるものがマックス滑り機能と称する得意なリール制御です。マックス滑り機能ですか。ひょっとしてボーナスが成立するとリールが最大限滑るとか。あ、オチを言っちゃいましたね、あなた。まあでもね、あの昔のサミー犬マシンのように、あのアラジン2とかね、あのあたりのマシンのようにやたらめったにズルズル滑るというわけじゃなかったんですね。あの条件としては、左リールの上下段にいずれかのボーナス絵柄が停止して、中右リールが交換音を伴ってニョイーンとか言ったのかな、はい、交換音を伴って大きく滑れば子役の取りこぼしがなければボーナスとなりました。もちろんそれ以外のね、停止系だけで決まるリーチ目もご覧の通り多彩なパターンで、まあ、プレイヤーをね大いに楽しませてくれました。ではもう一つの見どころである技術介入性についてお願いします。はい、まず通常時の子役狙いは実戦上プラス1ゲーム未満、まあ、効果は微小だったんですけどね、まあ、先日のマックス滑り機能の、信頼度期待度を高めるためにも、子役の取りこぼしを一掃するのが得策とされました。一方ビッグ中のリプレイ外しは一応対適当打ち比でプラス41枚強、まあ、あくまで実戦上ですこれは、はい、まあ、絶大な効果を誇りました。手順はご覧の通りで、左リールの外し自体はね、あの3コマも余裕があってドラクションだったんですけども、変速打ち時はですね、例 の, あ の, テ, ーブルのテーブル式制御のトラップがあって、中リールの引き込みアシストが、非常に厳しくなる。もう3コマ以上滑らないんですよね。なので子役ダッシュの際にはね、慎重にシビアな目押しが必須でした。そんな感じでウイルスショックについては以上でございます。ありがとうございます。では3作目のマシンをお願いします。はい、ダイオウイカのキャラ、ダイオウイカじゃない、イカの王様ですねをモチーフにした、水穂製作所のテンタクルズでございます。これ後ろにありますこれ、ね、はい、見えるかな。はい、タコをキャラに据えたタコスロ、アンコをキャラに据えたライトアランプに続く水穂の海洋生物シリーズ第3弾といったところでしょうか。そうですね、あの当時は、水穂ってこのまま海物路線で行くのかななんてね言われたりしたもんですね。はい、では例によってまずは基本仕様やスペックからお願いします。はい、役構成はご覧の通りで、先ほどのウイルスショックと同様、これといって特筆すべき点はございません。スペックについては、今回ご紹介の3作の中では、低設定域がねちょっとかなり、辛めになっているといった感じでしょうかね。低設定域が辛いということは
それだけ技術介入による効果が高いということなんでしょうか。そうですね、はい、結果から言うとなんですけども、ビッグ中のリプレイ外し、これもね、あくまで実践上なんですけども、対適当打ち比でなんとなんとプラス58枚強、まあ、3作の中ではダントツの効果を誇りました。手順はご覧の通りで、配列上ボーナスインは上段受けでしか外すことができなかったんですね。あとちょいちょいチェリーもね出現するので、そっちもしっかりフォローしないといけないと、まあまあ厄介な点は多々ありましたね。なのでリプレイ外し、これもね1ゲーム目からボーナスゲーム、違うわ、攻略ゲーム1回目からね、もういきなり逆押しして外しにチャレンジすると、まあそういう感じになっておりましたね。なおリプレイ外しをしない場合も、ご覧の手順でしっかりと攻略をフォローする、必要がありました。ゲームを彩るデメン室についてはいかがだったでしょうか。こちらが、メーカー発表並びに実践から判明したリーチメルのあくまで一例なんですけども、例によってタコスロ由来の滑り制御もあったりして、なかなかの奥深さを誇っておりました。ところで今回ご紹介いただいた3作について、アニカツさんご自身の当時の思い出とかエピソードは。そうですね、さっきも言いましたけど、スカルヘッズはね担当機種だったので、たびたびデータ取り行ったり、あとプライベートでもねちょっと調べ物あって打ったりとか、まあ比較的打つ機会はありました。まあ例のね得意な夜行性ね、打ち慣れるまではただただ違和感しかなかったように記憶してますけど、まあそんな、まあなかなか実験的要素もあって面白いマシンでしたね。ただ残る2作はねほとんど触った記憶ないですね。特にテンタクルズなんてね、これね多分これ都内でもね片手で足りるほどぐらいの件数しか導入されてなかったんじゃないでしょうかね。僕も1度か2度ぐらいしかね見たことないですね。昔西新宿にあったマーブルというパチスロ専門店の、多分5階だか6階だったかなんかね、バラエティーコーナーみたいなところにポツンと一度あったという、まあ なんとなく誰も打ってなくて、なんか寂しそうな感じで、まあとにかくマイナーというイメージしかなかったですね。まあそんな感じで、今回3作以上でございます。ありがとうございました。そんなわけで今回の俺たちの4号機は、1998年に業界最大手アルゼからリリースされた技術介入度激高の A タイプ機3作をまとめてご紹介しました。今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。次回の俺たちの4号機もお楽しみに。さよなら。プチカク。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。他の動画も見てくださいね。バイバイ。